皆さんは普段インスタグラムをどのくらい利用していますか？多くの芸能人も利用しているインスタグラムですが、ワールドクラスでトップを誇る K-POP アイドル BTS のメンバーたちも個人のアカウントを設立して多くのアーミーを喜ばせてくれています。そんな中、テテが上半身裸のストーリーを投稿したことがありました。しかし、この投稿は消されてしまい、リアルタイムで確認できなかったアーミーもいました。では、テテはなぜ上半身裸のストーリーを投稿した後に消してしまったのでしょうか。今回はその真相についてご紹介します。今となっては、すっかりおなじみとなっている BTS メンバーのインスタグラム個人アカウント。個人アカウントが登場するまでは、事務所側で運営している BTS としての公式アカウントしかありませんでした。そんな BTS メンバーの個人アカウントがスタートしたのは、2021年12月6日のことです。この時、BTS は BTS Permission to Dance on Stage LA と2021ジングルボールツアーを終了させて、年末年始をそれぞれ家族と共に過ごすために長期休暇を発表していました。しばらくメンバーに会えないのか、とアーミーたちは寂しく感じていた中、7人ともインスタグラムの個人アカウントを開設してくれたのです。2023年3月現在、ジョングクのみ使うことがなくなったからという理由でアカウントを削除してしまっていますが、他のメンバーたちは日常の風景を共有してくれたり、ソロ活動の様子を共有してくれたりしています。ソロ活動中心の活動期間に入ってから、メンバーそれぞれがどのように毎日を過ごしているのか、アーミーが知ることができる手段として、インスタグラムのメンバー個人アカウントもとても大事なツールですよね。特に RM や J-HOPE はプライベートな写真もまるで雑誌の撮影でもしたかのようなおしゃれな写真を投稿してくれるのが印象的です。これからもどのような投稿をしてくれるのか楽しみですね。2021年12月19日の夜中に、テテが自身のインスタグラムの個人アカウントのストーリーで突然上半身裸のストーリーをアップしました。しかし、この投稿はすぐに削除されてしまい、リアルタイムで見れなかったというアーミーもいたそうです。2021年12月19日といえば、 BTS メンバーがインスタグラムの個人アカウントを開設してからまだ間もない時期です。また長期休暇に入っていた時期ということもあり、テテはこのインスタグラムのストーリーを通して頻繁にアーミーたちに顔を出してくれていました。しかし、これまでストーリーを更新しては削除するという一連が何度も行われていて、アーミーにとって幻のストーリーと呼ばれる動画も存在します。ではなぜテテはストーリーをアップしてはすぐに削除してしまっていたのでしょうか。まず、幻となってしまったテテのストーリーがどのような内容だったのかご紹介します。それが2021年12月19日に投稿されたというテテの上半身裸のストーリーです。そこに写っていたテテは上半身が裸だっただけでなく、口の周りにヒゲが生えていて、なんともワイルドな姿だったのです。この日クリスマスが近かったということもあって、テテの背後には大きなクリスマスツリーも写っていました。リビングのような背景だったので、おそらくテテの自宅で撮影されたものではないかと思われます。上半身裸姿のテテは機嫌が良さそうでリラックスしている雰囲気でした。見ている側としては何も悪い点はないこのストーリーですが、すぐに削除されてしまいました。しかし、このストーリーに関して Weverse でテテは RM に対して、ヒョン、僕のインスタ見てください、ヒゲ自慢盛大にしましたよと伝えていたのです。それにもかかわらず、 RM がテテのインスタグラムを確認した時にはすでに上半身裸のストーリーは削除されていて、見ることができなかったようです。再び Weverse に戻ってきた RM は、ヒゲ自慢どこ？とコメントを返しました。
インスタグラムのストーリーを投稿してはすぐに削除するといった手々の行動はこの回だけでなく何度も行われているために、アーミーの中にはいかに投稿されたその瞬間に見ることができるか、むしろアトラクション的なノリがあるというコメントをしていた方もいました。この他にどのようなストーリーが削除されてきたのか、いくつかご紹介します。まずはベッドと思われる場所に寝転びながらお酒が入ったグラスをカラカラと回しているストーリーがありました。ほろ酔い姿で少し目がトロンとなっているテテの姿に、可愛いテテ、酔っている姿が愛おしいなど、アーミーの声が多く寄せられました。またハワイでアロハシャツを着たテテが運転しながら楽しそうに熱唱しているストーリーもありました。ではテテはどうして投稿したストーリーをすぐに削除してしまっていたのでしょうか。アーミーの中で上がっていた理由をいくつかご紹介します。まずは炎上を恐れていたという説です。今やテテは BTS のメンバーとして世界的に有名な K-POP スターです。そのため世界中の人たちがテテに注目しています。インスタグラムの個人アカウントを開設してすぐに誤ってブラックピンクのジェニのインスタグラムをフォローしてしまった時がありましたが、このことだけでもいろんな憶測をされてしまったという事件もありました。そのためテテ自身も投稿することに慎重になっているのだと思います。すぐに削除してしまうのはテテの遊び心だという説もあります。投稿してからわざとすぐに削除するというテテのアーミーに対するちょっとしたいたずらなのではと考えることもできます。また事務所からの指示という説もあります。個人アカウントということである程度はメンバーそれぞれの特色をアピールできる場所ですが、事務所側としてはメンバーたちのイメージを守りたいという思いが少なからずあるはずです。そこでメンバーが投稿した内容を確認してあまりにも刺激的だ、イメージが崩れてしまうと判断した場合は削除するように指示している可能性があるのです。アーミーにとっては嬉しいと思うメンバーの姿が投稿されていても何らかの理由が見つかった時には削除せざるを得ないかもしれません。テテがストーリーを削除してしまう理由について様々な理由が考えられますが、もしかしたら単なるインスタグラムのストーリーの性質である可能性もあります。ストーリーは投稿してから24時間で自動的に削除されてしまうという特性があります。これは24時間経過してから自動的に投稿を削除することでよりリアルタイム感を感じることができ、さらにはフィード投稿よりも身近に感じることができるために設けられているシステムです。テテがストーリーを投稿してからすぐに削除してしまうのではなく、24時間経過した後に削除されているのであれば、このインスタグラムのシステムが関係しているかもしれません。今回はテテがインスタグラムの個人アカウントで投稿した上半身裸のストーリーをすぐに削除してしまった理由についてご紹介しました。個人アカウントが開設されるまでは見られなかったテテのプライベートな部分や、より四次元さを感じる姿が見ることができる貴重な場所となっている個人アカウント、現在は技術も発展しているためにたとえ削除されてしまっても保存して残すこともできますが、アーミーにとってはリアルタイムで見たいと感じるものですよね。普段は見ることができないテテの上半身裸の姿やヒゲを生やした姿は他の BTS メンバーからしたらアーミーには見せてはいけないと思っているかもしれません。しかし世界に羽ばたいているトップアイドルだからこそテテの人間味あふれる投稿を見て、やっぱりテテも一人の男性なんだなぁと実感すると嬉しいものですよね。それでは次回の動画もお楽しみに。ボラヘー。